フィチレさん、本日はですね、今回はですね、問屋さんに行ってまいりました。イェイ。はい。問屋さんって何？問屋さんっていうのはですね、まあ事務用品とか、まあ業務用のものが売っているようなところなんですけど、一般のところでも入れるようなところがあるんですよ。でね、今話題のファンビ寺内というところに行ってまいりました。なんか大阪の船場というとこなんだよね。私最初船場って 船の場所の場って書くのかな。うん、そう。だからね、船場だと思ってたんです、ずっと。だけどね、あのタクシーの運転手さんに船場だよっていうのを聞いてですね、あ、船場と呼ぶんだって。なんか船場ってもともとなんか問屋街といってですね、問屋さんがいっぱいあるんです、本当に。それこそ花火とかのね、うん、あの問屋さんとかあったり、人形の問屋さんね、あの出してるお店がいっぱい出してるんだよね。でね、そのね、船場自体も結構ね、場所がいいんですよ。心斎橋の本当に、あ、船場だ。今言ってたのも間違えました。心斎橋のすぐそこなんですよ。そうだよね、うん、でも本当オフィス街みたいになっててですね、結構ちょっとね、いいような、いい会社がいっぱいあるようなビルの中にあるんですけど、そこのファンビ寺内というこちらです、ね、今回ずっとね、行きたいと思ってたんですよ。本当にあのね、新聞の広告にたまに入ってくるようなところでしてね、うん、あのぜひ行ってみたいなと、そのチラシを見て思ってたんですけど、なかなか行く機会がなくてですね、今回たまたまあのホテル動画を出してるんですけど、その、ね、ホテルから近かったので、ちょっと足を伸ばして行ってみました。はい、ね、まあ大体ですね、今ね、本当は5個あるんですよ、建物が、うん、なんですけど、1個はですね、リニューアルオープン予定ということで、うん、そちらは行けないんですけど、今閉まってたんだよね、うん、工事中でした、うん、で、ファンビタウン1というのがですね、トータルファッション館、まあ、紳士服など、あと婦人服、あとアクセサリーなどが売っている場所ですね。で、ファンビタウン5館というところはですね、うん、ビューティー&バラエティー館ということで、まあ、文房具や生活雑貨、バラエティー雑貨、キャラクター、まあ、キャラクターっていう、なんて言うんだろう、あのサンリオとか、うん、そういうジブリとか、そう、ディズニーとか、ね、そんな感じですね。で、あとコスメ、うん、いや、あとペットグッズ、あとスポーツ、アウトドアのシューズとかなどを売っているところと、うん、ファンビタウン11というところはですね、キッチン雑貨、リビング、寝具など売っておりまして、まあ、フライパンとかそういうものですね。で、2階にはですね、お菓子や健康食品をで、食品ギフト、なんとご当地のもの、あと北海道とかのものも売ってるということで、とにかくですね、うん、まあ、やることはですね、難しく言っちゃうと、まあ、富士山のお話みたいなんですけど、もうデパートなんですよ。デパートが、とにかく何でも売ってるデパートが問屋の、ね、問屋のデパートと思ってもらうと、分かりやすいと思います。とにかく安く、何でもね、お安く手に入るということでですね、まず、あの、でも問屋さんなのでですね、一応ね、会員にならなきゃいけないんです。ここは会員になって、で、あの、その会員になるためにはですね、ちゃんと受付があるんだよね、そこのね、うん、別館のところに、そこに行ってですね、会員になりますよっていうことをお知らせして、その会員料というのが2000円かかるんですよ。今2000円かかりまして、 でもね、1000円のお買い物券で戻っていくんです。だから実用は1000円かかりますよって。でもね、期限もないんです。普通だったら期限ありそうじゃないですか。でもね、永久にそのね、あのカードがある限りは永久に使えるそうなのででね、九州の福岡でも使えるということで。そうなんです。2店舗あってですね、その九州の、福岡に1店舗と、そしてですね、あの今回の、 あの震災橋、大阪震災橋にあるという2店舗で両方共通で使えますよっていうことなんですよ。そしてね、1枚のカードで、その家族、ご家族が3人まで入れるのかな、そのカードを持ってる方と違う3人までの方が入れますよということなんですよ。ね、だからそんな感じでですね、もうかなり広いんです。だからね、1日で回れるかなと思って私も行ってきたんですけど、たまたま今ね、リニューアルオープンということで、あのやってないところがあったらね、なんとか回ることができました。でもね、すっごいやっぱり、ね、女性の方が、まあ、ほぼなんですけど、お客様がね、もうとにかく皆様いっぱい購入してらっしゃって、もうめちゃくちゃ楽しいんですよ。なので今日はね、この購入したね、商品をちょっとね、あの一部なんですけど、ご紹介していこうと思います。では開けていきます。はい、はい、では開封していきたいと思います。はい、これね、すごいんですよ。中身見えないようになってるんです。
そうなんです、さすが豚屋さんだなと思うんですけど、すごいよね、これ独特なんです、私こういうの大好きなんで。これね、一袋目ですっていうのがいいです。でね、袋代はね、無料なんですよ。で、包装もしてくださいます、言ってやる、言ったらね、ギフトもね、うん、なので、もっともっと本当は購入したかったんですけどね、なんかもうとにかく疲れちゃった。で、荷物をね、ロッカーに入れなきゃいけないんじゃないのね、うん、昔は入れなきゃいけなかったんだけど、今はいいんだっけ、手持ちも。そうだよね。でも私たちはもちろんロッカー入れました。100円でロッカーがいっぱい あってですね、そこに荷物を入れて、で、ちょうど帰ってくる、100円帰ってくるロッカーなんですけどね、そこに荷物を入れて、もうずっとうろうろしてたんですけど、かなり中が広いんだよね、うん、本当だから女性はめっちゃ楽しいですよ。でも本当じゃあ開けていきます。はい、はい、ということでですね、まず1点目がですね、はい、こちらドン鍋そうなんです、鍋だけど、お鍋をね、買い替えたいなと思ってましてですね、でちっちゃいお鍋がちょっと欲しいなっていうことでですね、見てたんですけど、これね、お安く買ったんですよ。だからでね、これね、マーブル鍋なんです。マーブル、これね、ちなみに16センチ。そうなんです。なので、これをね、買いました。これいくらだっけな ?16 センチは1080円です。え、めっちゃ安いよね、これ。1080円?うん。本当はもっとするんだよね、もちろん。書いてあるでしょ。なんかタグに全部書いてあるんだよね、値段が。書いてないぞ、この。多分ね、そこの店舗でしかわからない、これは。普通と書いてあったんだけど、全部。そこの、あれに。書いてあるの、タコに。あ、書いてない。あ、そっか、うん。本当は書いた、まあ、書いてあるものあるんですけど、これは書いてないそうです。だからね、1080円安いよね、ちょっとね。うん、なので、これをまず一つ目購入しました。はい。はい。次はですね、はい、ドン。鍋。そうなんです、鍋。18です。18、ちょっと大きめのこっちよりも大きいお鍋を購入しました。これね、マーブル鍋なんですよ。ちょっと中開けてみて、見てくれる?何がいいってね、これね。ね。すごい使いやすそうだったの、ちょっとその割には安いということで。ちなみにこれ IH 対応で、そうなんです。なんかもっとチャッチい感じがすると思うじゃないですか、安いから。そんなことないんですよ、実は本当に普通にガラスのね、蓋のラーメンなんですけど、これまあ普通でも持ちやすい、結構。そうだしね、このね、ちょっとね、マーブル調のこびりつかないような形のちゃんと鍋になってですね、これさ、質の割に安いなんてすごい思ったんですよ、私。まあ、これで皆さん分かってくださる、私が料理を作るというのをね、分かってくださると思うんですけど、そうなんです。そうなんですよ、これすごくいいお鍋なんだよ。うん。なんか結構持ちやすい。でしょ?だからね、今回の私ね、まあ、皆さんに見せようと思ったんですけど、マイヤーの私フライパンセットを購入したんです、この前。3点セットを。それと同じぐらい良さそうな感じがしたんだけど。ね、いいでしょ、ここにつかない感じでしょ、うん、そう、使いやすいなと思って。で、やっぱあんま重たいとやっぱ俺疲れるじゃないですか。割と軽めなんだよね、なんか、うん、程いい重さっていう、そう、なんかバランスがいいというか、だから、ね、次行った時にはこのワンサイズもう一つ買おうと思っててですね、今思ってるんです。16、18、20という感じでね。はい、で、これこの18センチの方おいくらでしたっけ。こちらはですね、1280円という。そうなんです、1280円のお鍋なんですよ。200円アップでこの大きさということで。そうなんです、そうなんです。だからね、これを購入しました、ね、はい、では次行きましょう、はい、次はですね、お財布です、ね、そうなんです。これね、このお財布は最初から見ててめっちゃ可愛いなと思って購入しました。多分ね、ビニールに入ってるとね、ちょっと光っちゃって見えないと思うんですけど、可愛いです。とにかく柄が可愛くて、なんかね、有名な画家さんがなんか描いてるような、うん、なんか書いてあったでしょ、うん、なんですよね。とにかく私はね、この柄が可愛くて購入しましたね。中もたっぷりね、なんかね、収納できるような、だから普段使いにちょっと使いたいなと思ったんで、うん、でもともとね、3000いくら、これはそこに書いてあるよ。あ、3300円、もともと。そう、もともと安いんですけど、税込みはね、なんですけど、これがなんとね、税込みで1950円ということで。そうなんです、約半額ぐらいで、ね、そうね、1000円引きとかだね、そのぐらいかな、うん、1000円ちょっと引きなんですよ。なのですごく可愛くてこれを購入しました。ちょっとビニール光っちゃってるかな、どうかな、わかんないけど、カメラ持ってった。そう、なんかすごい可愛いでしょ。なんかね、この猫ちゃんの顔がとっても可愛いんです。これをね、購入しました。はい、はい、次はね、柄物はやっぱ安くないと逆に使えないんですよ、私は。なので次はですね、ね、まずはポップコーン。そうなんです、これね、食品一緒に買えるんです。要は袋にね、入れて持ち歩けるんだよね、うん、その館内だったら。そうなんです、
そしてですね、このポップコーンをですね、以前ねもらったんですけど、これが美味しかったです。たまたま見つけて、これね電子レンジでチンができるんです。そうするとね膨らんで、ポップコーンが本当に美味しいポップコーン出来上がるんでね、これ5つ買ったような気がする。あ、4つですね。あ、4つか、うん、残念、私5つ買おうと4つでした。だからこれはね、私のポップコーン大好きなんで、ね、ちなみにお値段の方が352円、 4点で、ね、安い。ちなみにね、1個ね88円なんです。そうなんです。これね、すごい皆さんね、あのポップコーン好きな方はぜひ食べてみてください。電子レンジに入れるだけですから。でそうするともう袋でなってるんです。そうなんです。だから袋状になってて、膨らんでね、あの紙風船みたいに膨らんでくるんですよ、ぷよーって。そうすると出来上がってんです。そのままポリ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 食べれるんでね、映画とか見るときにパッとできます。はい、はい、次はですね、こちらムーミンのビスケット。そうなんです。これもね大好きな商品なんです。私フィンランド店みたいなのよくで、ムーミン店みたいに行って食べるんですけど、うん、これがね売ってるんです。もうね本当にいろんな商品あるんです。ないものを探そうが難しいよね、うん、っていうぐらい、もうね海外の食品から、まあ、日本のおいしいおせんべい類とかね、もう何でも揃っててですね、もうめちゃくちゃ楽しいので、皆さんぜひね、あの行ってみたいなと思う方はね、遠くから遠方から来てもね行く価値があると思うので、うん、ぜひね行ってみてください。これはおいくらでしたっけ？96円という。安い。これね、ムーミン店とか行くとちょっと高いんですよ。はい、うん、申し訳ないんですけど、ちょっとやっぱり高めなんですよ。なので。やっぱまあ、ね。そう、これ可愛いんですよ。もう柄がね、この中あれなんでね、ニョロニョロとこも入ってるよね、うん、このビスケットは。もうここに目の前に。そう、ニョロニョロの中ね、形になってるんですよ、ニョロニョロの。食べるのも可愛いのでね、ぜひあの気になる方は買ってみてください。次はですね、きなこ棒。そうなんです。私、きなこ大好きなんでね、きなこ棒なんです。で、こちらはですね、96円。これ箱でも売ってたんだよね。あのドンとかで売ってるような、あの100本入りの、そういうのも売ってんです。いっぱい当たりが入ってるやつ。あれなんかね、箱買いできるのもいっぱいあるんだよね、うん、なのでね、本当に楽しいよね。ここやばい、本当ちょっとハマりそうです。私このスーパーに、スーパーとかデパートっていうのかな、問屋さんに。そうだね、ちょっとデパートの方が近いかも。近いかもね。次はですね、はい、沖縄名物サンダーアーダー、サンダーアンダーギーかな。違う、サーターアンダーギーか、うん、私これ大好きなんで、黒糖のドーナツですね、沖縄の。これは385円。そう、これはちょっとお値段張るんですけど、まあ、現地に行くよりもちょっと安いのかな、やっぱり、うん、だから沖縄のね食べ物とかも売ってるんですよ。北海道とかね、北海道とか本当に、あのジャガポックルとか。そうなんです。あとラーメン、ご当地ラーメンとかもいっぱいあったね、うん、もうね本当にねいっぱいあって、もうあれもこれも本当欲しかったんですけど、実は輸入のものも見て分かると、ね、輸入のものもあるし、駄菓子もあるし、本当なんでもあるんだよね、うん、だから本当にもっと買おうかなと思ったんですけど、ちょっと、ね、あの後半食料品で、ね、疲れが出てきてですねちょっと停滞気味で、もう最後に行っちゃったんですよ。そうなんです。もうね、うん、ぐるぐる回った後の食料品だったので、ちょっとねあの疲れがもう出てきてる感じだったんですよ。あの購入したら忘れてた、そのバッグを。こちらごめんね素肌。そうなんです、ごめんね素肌。やっぱりね、私ねこれね、あのぜひね見てください、 YouTube このチャンネルでね、この特集も出してるんですけど、これねやっぱりいいんですよ。皆さんこのバッグいいですよ。だからね、やはりこれを切らさないで買っておきたいので、これを購入してきました。値段がもうね、化粧品類ほんと豊富にあるんですよ。めちゃくちゃ豊富にあるんですよ。で韓国のものとかもね、あの韓国コスメとかも揃ってるし、あとねゲランとか、そういうあのヨーロッパとかアメリカのね、あの有名な化粧品とかも入ってるので、ぜひね、あの気になる方はこう行ってみた方がいいです。もう一つのね、あの建物で全部揃うんです。で全部の問屋さんのなので、ね、値段が安いという、だからこれお値段485円。そうだよね、そのぐらいだと思う。これ普通に買うと500円ちょっとすると思うんですよ。なのでこれを購入しました。はい、はい、次はですね、犬でいいんですね。そうなんです。もうね、ザックバラにいろいろ中身入ってるんで、こちらチョイアニシリーズの、これはチョイデカってチョイデカですね。これは270円。うん、あのペット用品もあるんです、いっぱい。それがね、ペットの食べ物とかも、ペットシート、ペットのベッドとかいろいろあるんです。でベビーカーも売ってたね、ベビーカー、ペットの、うん、ね、でこれね、うちの、ね、ワンちゃんとにかく、ね、チョイデカシリーズが大好きなんですよ。チョイシリーズっていうのかな、うん、チョイ揚げシリーズかな、うん、なのでこれ購入しました。これはね、ヒョロヒョロサスサシササミチーズ入りという これね、あのぜひ、ね、犬飼ってる方はぜひあげてみてください。これ大好きなんで、犬は
可愛いんですパッケージも。とにかくそれとは別にこれおいくらだっけ。あ、278円。でちっちゃいのはこれは、チョイ揚げチキンスティック10本入りで98円。そう、これ安いですよ、98円だね、うん、なのでこれも購入しました。これも同じシリーズですね、うん、これね、あの絵が可愛いんです。本当にみんな可愛いんですよ、このチョイ揚げシリーズというのかな。この絵ね、絵が可愛くてお気に入りなんです、うちのまんちゃんは。はい、私も気に入りですけど、はい。でですね、どんどん行きましょうか。はい、こちら、服。そうなんです、服も売ってるんですよ、皆さん。雑貨館の方ですね。そう、雑貨館でこう購入しました。ワンピースを私はね、こうワンピースだよね、これ、確か、うん、アパレルワンピース。そうです、ワンピースを購入したんです。秋物、秋冬物の購入しました。これすごいね、安いんですよ。こちらがですね、2030円でワンピースを購入しました。これ確か半額ぐらいだったんだよね、うん、なのでこれね、普段に買い物行くときとか着たいなと思ったんで、あの紺色のストライプが入ってるワンピースを購入しました。次はですね、こちらドン、プロスペック歯ブラシ。このね、プロスペック歯ブラシはもううちの中ではもうお得意の歯ブラシというかね、ほんと大好きな歯ブラシでですね、歯医者さんが推奨してくれててですね、それ以来ずっとこれを愛用してます。これね、普通は私たちはあのロフトとかで買うんですけど、ここに売ってたんです。しかもね、これもね、うん、割引で売っててですね、こちらがですね、272円1本。そうなんです、で2本で544円ということでね、なので購入しました。これね、本当はもうまとめ買いしようかなと思ったんですけど、うちにまだ何本もあるので一応ね、2本だけ足して買ってきました。あ、でね、プロスペック歯ブラシについてはね、気になる方はぜひ動画出してるんですね、振り返りで見てみてください。とってもいい歯ブラシなので、はい。次こちらですね、ちょっと見えにくいんですけど、ろうそく。そう、それ開けてみていいよ、全然。これね、すっごい、確かにろうそく、まあ、お値段やってるので、ろうそくをキャンドルをよく炊くんですよ、使うのでね、浄化するためにそれなんですけど、ろうそくもね、ほんとキャンドルもいろんな種類を売っててですね、匂いももうすごく迷ったんですけど、でね、ヤンキーと迷ったのが、これヤンキーじゃないよね、これはヤンキー。あ、ヤンキーか。ヤンキーでもね、いつもの形のものとちょっと違うんですよ、これ。これ何の香りだっけな。エレベーションジャーS、その後ろ、てかお尻にも書いてましたよね。あ、うん、お値段でした。あ、そうか、そこでおいくらだっけ。希望小売価格がですね、1980円。えで、ここではですね、1170円。そうなんですよ、キャンドルこんなに安く買えるなんてね、本当嬉しくて、1900、1000円ってことでね、うん、だからもう本当に半額くらいで購入いたしました。これすごいよね、ですごい香りもいいので、まあね、本当にいろんな種類ね、売ってたね、うん、芳香剤とかももういろんなものが売ってるんですよ。まずいよね、やばいよねっていうぐらい、ね、いろいろあるのでね、1日かけてぜひ気になる方は見てみてください。はい、はい、次はですね、はい、なんかいろいろ入っちゃってるんですけど、うん、そう、なんかもう館内全部袋に入れて持ち歩くので、全部ね、列は1箇所とか2箇所でやるんだよね。そうなんですよ、ここね、1個の缶に1個なんです。そうなんです、だからね、うん、だからまとめて入れてくれるんです。アクセサリーだけは別なんですよ。だけどさ、ね、すっごい綺麗に梱包してくれるね、早くね。まあ、分かる限りでいきますと、まずね、B ちゃん大好きペロキューです、ね、そうそう、ワンちゃん大好きペロキューを買いました。日本かなとか、付箋とか、うん、文房具品も購入したんです、うん、一緒に。あとね、今度やろうと思うんですけど、スパイファミリー、うん、今放送やってるじゃないですか、うん、そちらのランダムの缶バッジ。そうなんです、そういうものまで売ってるんです。結局スパファミのものも売ってるし、あの鬼滅とか呪術廻戦とかですね、もういろんなものを売ってるんです、本当にいろんな種類。あと下島裏紙メモストップ。そうなんです、皆さん知ってますか、下島さん。もう私ぐらいの世代になるとね、皆さん大好きな下島のあのメモ帳とか今流行ってるんですよ。それをね、購入しました。これメモ帳かな、うん、ね、購入しました。あとボールペンとかも70円ぐらいだったので、うん、ありますね、いつも使ってるようなものがちょっとお安く買えたのでですね、全部とにかく割引なんですよ。なので、あと ねだからお子さんもいっぱい来てたね、結局ね、うん、筆箱とかね、レターセットとかシールとか、あと子供のおもちゃや、あとゲーム製品もう全部安く売ってるんです。あとはね、なんていうかね、イヤホンとかヘッドホンとか、あと携帯の用具とかね、もう全てに関してコンセントとかも全部だよね。そうだよね、もう何でも売ってると思ってください。そのぐらい本当にいろんなものを売ってて、全てが、ね、値段を引いて売っているので、
もうね、楽しくてしょうがないです。次はですね、こちら、はい、日本あの袋に入ってるんですけど、日本ダービーに勝った時のスペシャルウィーク。そうなんだよね、スペちゃんを購入しました。見つけてですね、馬の方ですか。はい。でお値段がですね、スペちゃんこれいくらだったっけね。780円だったよ。あ、そうね、これ結構硬かったんだよね。でもね、でもね、キャラクターのところにあったんですよ、うん、だからいろいろ、まあツイステッドワンダーランドとか、うん、ジブリとかある中であれと思って、うん、見たらスペシャルウィークがあってもうね、あれと思って、もう感動的だったよね。本当はゴルシとかも売ってたんですよ、うん、なのだけどやめました、そちらはね。なので一個一個きっと行くたびに購入して帰ってこようかなと思います。これレアですね、本当に、ね、うん、まさかね、ここで出会えると思わなくて。いや本当、でもさ、うん、あのキャラクター品本当全部揃ってるよね。うん、あ、めっちゃね、とでかい人形とかもあったりしますね。あとサンリオが私は本当に驚いちゃってですね、サンリオを安く買えるってことがなかなかないので、もうすごい嬉しかったんですけど、これ全部これで。そうですね。あ、そうか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 、うん、こんな感じでね、あの今回はね、あの購入してまいりました。でね、時間の方、あの先ほど言うの忘れてたんですけど、うん、営業時間がですね、こちら大阪はですね、うん、10時から7時なんですけど、10時から7時、はい、九州はまた違うようです。あ、そうなんだそうなんだ。で最寄り駅はですね、大阪メトロ堺筋本町駅、うん、あのあるじゃないですか、あのなんていうの、茶色のやつですあと中央線という地下鉄があるんですけど、うん、そちらでも行きます。で1ビル、あの、うん、トータルファッション館の中にはですね、うん、7階にフードコートテラというものが。そうなんです、ここにある休憩室があるんです。そういうで、ね、ちょっとしたコーヒーとか、飲めたりですね、ちょっとお安いんです、とにかく。で私たちはね、カレーと、私はカレーライス食べてですね、藤井さんはオムライスをそこで食べてましたね。であとラーメンとかそういうのもちょっとね、お安いんですよ。あのコーヒー200円とかだよね、うん、アイスコーヒー私は飲んだんですけど200円でした。でパフェとかあったりケーキとかもあったりしてね、休憩できるような場所になってるんです。だからそれもね、楽しみの一つにね、入れてもらうといいかなと思います。はいはい、そんな感じで盛りだくさんで、ただ駐車場が あれってないんだっけね、ここで。違ったっけ。あ、一応ある。あ、一応ある。立体駐車場ということでですね、ね、都会の結構真ん中にあるんだよね、うん、もうね。そうですね。なのでぜひ気になる方はね、行ってみてほしいなと思います。あのセンバーセンタービルの近くなんでね、うん、ね、ね、分かりやすいところでね、割とね、うん、なのでちょっと聞いてもらうとすぐね、分かると思います。この辺に行くと結構ね、もう分かる、袋で分かるって感じ。そうなんだよね、もういっぱいいるので、この袋持ってもうシルバーの袋持ってたら、ああそうだな、うん、あと思った方が、なので間違いないよね、うん、もうとにかく売ってないもの探そうが難しいぐらい。あとね、なんか生物がちょっとないのかな、それは。うん、そうね、あそこで生物を買う人は、まあ、でも冷凍食品とかはその代わりある。 あったあった、うん、ね。なのでぜひね、気になる方はね、行ってみると本当楽しいかなと思います。 ね、1日かけて1回ね、あの会員になったらずっと使えるんでね。もうね、洋服からスポーツ用品、メンズもスーツとかもね、あとスニーカーも売ってるし、時計とか、あとブランド物、そう、うん、ブランド物もいっぱい売ってるんです。なのでね、私はクリスマスかけて、クリスマスはここでね、あの購入しようかな、かなり安く売ってるんだよね、うん、なのでね、ぜひあのお姉ちゃん、うちの娘とかにはなんかそこでピアスとか購入したいなと思ってですね、ね、ぜひ買おうかなと思ってます。なのでぜひ皆さん気になる方はね、行ってみてほしいと思います。はい、はい、でこの前、そうだ、言わなきゃダメなのが、クリスタルホテルという動画を出したんですけど、私たちはクリスタルホテルに泊まって、そのファンビー寺内まで行ってきたんですけど、そこが近いんだよね、うん、2分ぐらいかな、うん、そうだね、まあ5分あったら確実にね。なので近いんですよ。なのでそこのホテル泊まって、ちょっと綺麗になりつつ、そこに行って買い物してっていうのもいいかなと思うので、ぜひね、そっちの動画も見てくださいね。あ、コストはあの最強なんでね、すごくおすすめしますんでね、ほんと3泊で2人で1万ちょっとだったのかな、うん、確かそんなとこなかなかないもんね。あのね、あの質でね、あれって安いと思います。そうだよね、うん、あとドリンク用のせてるんです。ドリンクも飲み放題なんですよ、下でね。あの写真で添付したんですけど、うん、あのね、なんていうんだ、フロントだ、うん、フロントの近くにあの飲める場所があって、うん、でそこにね、お茶とかコーヒー
とかも、あとお酒も販売してるよね。フリードリンクもあったんだよね、うん、なので、ね、そこでお茶とか飲めたりとかするのでね、本当にすごく至れり尽くせりで、またねクリスタルってすごい伸びてるの会社みたいでね、あの後知ったんですけど、あちこちねホテル今進出で東京にもあるみたいですね。なのでぜひ気になる方はそっちの動画もねチェックして、2つまとめていっちゃおうかななんて思う方がねいたらぜひ行ってみてください。はい、今日はそんな感じです。ではしますね、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いいたします。あとインスタグラム、ツイッター、スタンド M、イチャナレブのフォローもよろしくお願いします。お願いいたします。ではまたお会いしましょう。はい、 See you again。 バイバイ、またね。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるのでぜひチェックしてね。あとリュウンちゃんによる占いもあるのでぜひそちらも見てね。で、あとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。またねー。よーい、見てねー。バイ、見てね、見てね。